1987年、エマニュエル・ルイスは、アメリカの俳優、歌手、実業家。身長4フィート3インチ、ニューヨーク州ブルックリン出身。1978年に放送開始となった NBC のシットコム、アーノルド・ボーヤは、人気者がゲイリー・コールマンの主演により、ヒット番組となっており、競合曲である ABC でも、低身長の黒人少年が、 白人家庭で育てられるという設定のドラマ番組を模倣することを試みた。その結果制作されたのがシットコムウェブスターであり、その主役としてスターになったのがルイスであった。日本ではエマニュエル坊やエマニュエル君と呼ばれ、1981年にカーオーディオメーカークラリオンの CM に出演した。一発屋と思われがちであるが、2004年、 アメリカでレコード会社、芸能プロダクションの経営者や俳優として活動している姿が報じられた。マイケル・ジャクソンとの関係が深いことでも知られ、日本では一時期、マイケルの弟という都市伝説が流れたこともある。日本テレビのあの人は今では、同盟つながりということで、エマニエル夫人に主演していたシルビア・クリステルと共演したこともあった。シティコネクションは、 様々なオムニバスアルバムに収録されている。速報、歌の大辞典2004年7月14日放送。ありがとうございます。